ち山盛りのガラクタを見つけたからただいまって本当にお父さんはその時なんで泣きながら俺を抱きしめてお帰りってお父さんの涙を見たのはあれが最初で最後だ。何せえらくたくましい人だったから。それから30年ここに父さんの最後を見とったよ。そう、素晴らしい時間だったよ。実ははい、君か。どうも、マイクウルフですが、今はカリフォルニアのダンさん家にコミックブックを見つけたから、このうちの何冊かを写真に撮ってエキスパートに送ったんだ。いくらいくら、シャケラベイビー。送った写真は見てくれた？ああ。説明してもらえる？5冊だけだから1冊ずつ頼め。まずマーベルチームアップ送還、その状態だと25ドルくらいだな。うん、25ドルくらいってのは小売りね。そうだ、送還号ならもっと高くてもいいような気がするけどね。コミックブックのガチャはっきり言ってわからない。アクションコミックス369号は35ドルほど。分かった。スーパーマンの215号、これは20ドルから50ドル。そう、お次はバットマン148号、ジョーカーが表紙のやつ。ああ、その状態なら85ドルくらいだな。もしマッサルだったら500ドル以上する。新品は500ドル？ああ、分かった。最後、スーパーマンの元友人ニュージミー・オルセンはダークサイドっていう超人気の悪役が初登場したやつだ。人気トップイールドキャラ。悪役ダークサイドが登場したのは1970年。その外見のモデルは俳優ジャック・パランスです。一方、性格面はヒトラーがモデルとなりました。ちなみにダークサイドの肌の色は初登場の時とそれ以降は異なっています。もしそれがきっちり保存されてて状態が良かったら2000ドル以上する。うん、つまりかなり価値があるものってことは。お宝。ああ、ビニール袋から取り出してみる。シミは？シミや汚れは全くない。真っ白でピカピカ。ありゃ、外れてるページがある。あれは完璧ではありませんでした。貴重なものだけに、ケビンに写真だけで微妙な鑑定をさせるわけにはいきません。ケビン、いろいろ説明してくれてありがとう。あんたに助かったよ。アンガードさん、頑張れよ。残りの4冊を買うことにしました。4冊の希望額は？ケビンが言ったのは全部最高額です。僕らが買う場合は利益を出さないといけません。これはケビンが85ドルくらいって言ってました。だから40ドルか。残りは1冊10ドル。それならいいよ、勉強になった。コミックブック4冊、買取額70ドル、総価額150ドル、80ドルで持ってたり。ミーグルの台所用品、お皿、ペット、お鍋のドア。ここはナッシュビルのスコットさん家。スコットさんはイーブルクニーブルのものを死ぬほど持ってる。イーブルクニーブルのマフィン作りよ。毛が口に入っちゃった。イーブルの毛よね、きっと。毛。イーブルが亡くなった後、彼の遺品は全部そのどまりで売りに出されたんです。俺はワッフルメーカー、彼の私物は全部買い取ったんだ。最後に使ってたヒゲ剃り。うわ、熱烈なファンってああいうの欲しがるのね。何の興味もない人から見たら不思議でしょうがないことなんだけど。よし、ゲットだぜ。これ全部でおいくらです？130。じゃあそれで決まり。どうも。ワッフルを作ってみて。ここ10年というものあのボックスを開けていませんでした。こっちの黄色いボックスに入っているのはイーブルが最後の最後に持ってたものだった。ヘアブラシ、彼のもの？ああ、彼のだ。ここに白髪が。イーブルの DNA が取れるかも。イーブルのおもちゃはあまたありますが、彼のブラシはあれだけ。25ドルは？50ドル。50？わかりました。それで今のところ収穫はブラシと台所用品だけ。もっとマイクやフランクがびっくりするようなものを買い取らなきゃ。じゃないと私、二度と買い取りの度に出してもらえなくなる。これはじゃじゃーん。スタントスタジアムだな。子供の頃、親に狙って買ってもらったイーブルのおもちゃだよ。大事に遊んだ。ええ。だから箱も綺麗。イーブルのおもちゃの箱に書いてあるイラストも好きでしたね。子供の頃はよく箱を部屋に飾っていました。みんなは開けた後の箱はゴミ箱に捨ててしまう。ああいうおもちゃって、箱があるかないかで価値が大きく違ってくるんですよね。いい？オッケー。やだ。本当はまっすぐ走っててここを通り抜ける？そう。みんなが憧れるヒーローになる前のイーブルクニーブルはロデオ大会やスキージャンプの大会に出て賞金を稼いでた。
喧嘩して刑務所に入ったこともある。でも1960年に息子が生まれると、ちゃんと家族を養わないとって気づいたの。そこでアメリカの小さい町を回り、バイクで命知らずのジャンプショーをやり始めた。あのおもちゃはその頃の彼の活躍ぶりを記念したもの。私これ大好き。セットでおいくら？200ドル。今回は稲を飲みます。この後の交渉のためにね。決まり。スタントスタジアム買取額200ドル、評価額325ドル、125ドルの方受け取り。スコートさん、これは何年のものです？74年と書いてる。これはオリジナル。かなり貴重だよ。スネークリバーキャニオンに挑んだ時のポスターだ。スタジアムショーのツアーが軌道に乗ると、イーグルはさらに大胆なジャンプを求めていった。本当はグランドキャニオンでやりたかったんだけど、許可が下りなかったからスネークリバーキャニオンでやったの。いつからよ？かなり前に手に入れて、それからずっと持ってる。見ての通り、これは紙に印刷されてる。厚紙を台紙にしてショーウィンドウに飾られてた。スネークリバーキャニオンのジャンプは一世一代のショーでした。74年、私が10歳の頃のことです。1967年、イーグルはラスベガスの噴水で43メートルもの距離を華麗にジャンプ。しかし後のスネークリバーのショーではパラシュートの不具合で墜落しています。ただこの時は鼻の骨折だけで済みました。これはおいくらですか？貴重だから150。150? これは店に陳列するとき傷まないようにフレームに入れなきゃなんないから100でどうですか？あれは確実に100ドルの価値はある品です。いいよ、100で。どうも。決まり。あの二人はガレージのものですでに感動してるみたいですが、さて、私が博物館と呼んでる2階を見せたら一体どんな反応を見せてくれるんでしょうか。状態がいいものもあるって知ってるけど、これが気に入ってる。大も本物、テンゾイル社、アメリカ製。初めて見る。テンゾイル社の所有物って書いてある。持ってちゃダメなんだろうが、なぜか持ってる。売るおつまりは？値段次第だな。300ドルでは。400？ 買ったら店で売るつもり？ええ、なんかゲートだよ。550ドルで売れたらいい方だと思うんで、間を取って350ドルでは。360。それなら破産しない。よかった。ちょびっとは利益が出そう。天才勇者の看板、買取額360ドル、評価額550ドル、190ドルの儲けなり。あの温室は野菜を育ててらっしゃるんで。ああ、自給自足の生活を身につけてる探査。今彼のお父さんのコレクションを買取中。コミューンに食べるまで、お嫌いの時間がかかりました。最初にそこに行った時はどう感じたんですか？正直なところ。最初はワクワクしたよ。原野で送る自給自足の暮らしにも自然について学ぶこともね。畑に罠を仕掛けることから羊の群れを追うことまで何でもやった。いろいろ学んだよ。狩りもした。全部自分たちで。それが楽しかったから騙されてるってなかなか気がつかなかった。でもそのおかげでいろんな技術が身についたんでは。それはそうだ。コミューンでの自給自足の暮らしは俺の人生に根付いてる。この装置で揚げ油を動かして車の燃料にしてる。油かだぐら。ろ過装置、バイオディーゼル燃料を作ってる。何かと改造するのは得意だね。飛行機の燃料タンクでベリータンカーを作ったりとか。あれはベリータンカー？いつか水素が電気で走る水力療養車にする。コミューンを褒めたたえる気は全くありませんが、ランさんはそこで身につけた技術を有効に活用してます。あのビールジョッキは？そいつはあっちについてる矢印の看板と一緒に手に入れた。あれは両面仕様で床してる。あれはシエラハイウェイ沿いのレストランについてた看板だ。そこが潰れた時に金属類を全部スクラップにしてくれって仕事が入ってきてね。その時俺の父さんはこう言ったよ。あれを捨てるなんて信じられない。屋根にボルトね。ネジで止めてるだけ。一目瞭然の看板って大好き。あれには文字は書かれてませんが、伝えたいことはすごくわかります。キンキンに冷えたジョッキと上にこんもり乗った泡。いいだろう。ソケットがあるからミスマスには電球を差し込めばいい。あれに明かりがと思ったら楽しいでしょうね。ああいうのは絶対修理しちゃダメ。
サビもへこみも汚れもそのままがいいか。あれはいかほどです。気に入ってるから200ドルかな。ははは、いった飲みです。そうだ、200ドルで消えた。えビルジャッキ型の看板、買取額200ドル、評価額450ドル、250ドルの儲けなり。あの二人はガレージのもので感動してるみたいですが、さて私が博物館と呼んでる2階を見たら一体どんな反応を見せるでしょう。わあ、素敵。イーブルが100万ドルと記した金色のコルテ、イーブルの書類カバンに全く一らずそのまま保存してある。あれ見て、イーブルの最後のジャケット、宣伝の撮影で来たんだ。しびれるわ。彼が最後に公の場に出た時着てたものだね。その時の写真だ。そのジャケットは彼のグッズ？そう、出回ってるものを彼も着てたんだ。あのジャケットはスタントの時に着たやつじゃなくて、グッズとして大量に作られたものだった。付加価値はイーブルが実際に着たってことだけ。これ着てみても？いいよ。ただそれはイーブルの後誰も着てないやつなんだけどね。もちろん私も。お先にキスする？いいの？どうぞ。私遠慮しませんよ。来ちゃいます。ダニエルが着るのは全く構いません。でも自分が着るのは気がしてて自分でなきゃいい。それじゃ。すごすぎ。お似合いです。これぞアメリカ。赤、白、青、そして星、これはイーブルのイメージそのものです。素晴らしいエピソード付きの一品ですが、これは取っておくおつもりのものですか、それとも手放すつもりがあります？手放そうかと思ってる。そう、ご希望の金額は？私はあれの値段を800ドルから1000ドルくらいって聞いてたもんね。1500ドル。1500？ 悪くない額。とんでもない金額とは思わないけど、それだけ出すことの魅力は感じないのよね。だって大量生産物だし、その上すごく新しい。1250ドルはいかがです？それ以上となると正直難しいです。そうか、あの二人の私に対する敬意は伝わってきてます。むやみに出入ってるわけじゃなさそうですね。うちの店ならそれを、本当にイーブルを愛している人たちに届けられます。1250なら。わかった。どうも、いただきます。うん、よかった。今までは申し出があっても全部断ってきました。イーブルも美女2人になら譲りたいと思うはず。イーブルのジャケット、許可額1700ドル、450ドルの儲けなり。ありがとうございました。こちらこそ。どうも。今回うちが買い取ったイーブルに関する品物は相当なイーブルのファンでもびっくりするようなものばっかり。それじゃあどうも。イーブル流に行こう。いい着地を。ワッフルメーカーが恋しい。そんなバカなって思うでしょうが、でも本当なんです。お次はどこへ？ここにもかなり物がある。引っ越し会社用に作られたコンテナだ。これは大昔のノベルティグッズ、そういうのが何箱もある。キーホルダーとかそういうの。右側にちっちゃいトランプがあるぞ。まだケースの中にちっちゃいトランプが。まあグッズを箱ごとでいかほど。いっぱい入ってるからな。60では。それなら多く。いいやつだ。あのグッズを見て、僕は子供の頃よく行った雑貨店のことを思い出しました。買い物をしてる母親に小銭をねだって、カプセルトイのマシンにありきったけ突っ込んだもんです。あのマシンって欲しいおもちゃの入ったカプセルがなかなか出てこないんですよね。ほんと商売上手。ピストル。行きましょう。この箱はおいくらです？そっちの希望は15ドル。母親に小銭を引く方法は簡単です。ひたすら豆にすがりつく。ねえ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 。すると面倒くさくなった母親がお金をくれるってわけ。おお、ライトがつくセクシーなキーホルダー。すぐに売れる。マイカル、ギター型の栓抜きがいくつ入ってる？50本。50ドルだよ。いいぞ。ずっとほっぽってた。なしびれてんなら1本3ドルぐらいで売れるかも。ああいう小物はとにかく楽しい。こっちはミニモンスターかわいない。20ドルでは。どうぞ。こだわり売れそう。今外に設置されてるカプセルトイのカプセルにもおもちゃが入ってます。
りだもん。それとガンさんのヴィンテージのおもちゃとは価値が全然違う。大石磁石50では喜んで譲るよ。ずっしりだな。ドクロシャレてるな。シャレ神戸ですから。カウンターに置いて1個1ドルって書いとけばすぐに売れます。50ドル盛り。もう懐かしいからあれしない。とってもおしゃれ、とっても素敵、とってもキュート、ちょっとキモい、すごくいいよな。よし、前の席に置こう。突然訪ねたのに、ダンさんは俺らを心よく案内してくれた。もしかしてちょっとした刺激になれたのかな。忘れ物はない。ええ、量は多くないけど、いろいろ買い揃せてもらいました。全部違うもんだ。物がたくさんあるとその手入れだけで人生が終わる。そんなのまっぴらごめんとは。俺は自由に行きたい。これじゃ。ありがとう。どうも。楽しかった。思うままに過ごしたい。またまたな。それじゃ。今回は大成功。すごい成果だと思う。マイクもフランクもきっと大興奮するはず。特にマイクはイーブルの大ファンだから見せるのが楽しみ。電話して。いいですね、知らせなきゃ。だったらねえ、イーブルの買い取り終わった。イーブルのコレクションか。戦利品はすごいわよ。いろいろゲットした。例えばワッフルか。マフィンの型も買い取りました。そうそう、マフィンの型。スタントしてないときはマフィン作り。証明書はついてんの？それはないですけど大丈夫。イーブルの大親友だった人のですから。ワッフルメーカーとの写ってる写真は？そんなのないわよ。ペットじゃないんだから一緒に撮るわけないじゃない。一品もあるわよ。何？なんかイーブルクニーブルが最後に着たジャケット。うっそー、イーブルが最後に着たジャケット。そう、最後の最後に着たやつ。よし、できました。やったね。先にそれ言ってよ。ああ、ああねえねえ、話は変わるけど、ついさっき情報を送ったからメールをチェックしてみて。私今運転中だからもう電話切らなきゃ。お疲れちゃん、また後で。それじゃ。今向かってるのはマフィーさん、ジュリーさんご夫妻のとこ。近々引っ越すんで、あれやこれや持ってるものを処分したいみたいです。あそこの人がそうかな。ああ、何を持ってるにせよ物を売りたがってる人のとこは商売が上手。マフィーさんとジェリーさんだな。ああ、だな。ジェリーさんですか？マフィーさん。よう、こんにちは。はじめまして。よろしく。どうも。どうも。ダニエルから電話が。あったわ。ずっと物を集めてらっしゃるとか。うん。ここに住んでどれくらい？35年ほど。オレゴン州に引っ越すって聞きました。この夏にね、カリフォルニアのあったのは。ジェリーだ。カリフォルニア出身。私が育ったあの家は私の父さんが愛してやまなかったアンティーク品やコレクションであふれ返ってるの。父さんはコレクターだった。そして冗談じゃなく息を引き取る直前まで物を売ったり買ったりの交渉をしてた。コレクションはどこに？そこに入ってる。外にコンテナがあってな。ぎゅうぎゅう詰めですね。コンテナは密閉されてるから物が劣化しにくいってな。あらゆるものをお持ちのようで。鋳鉄製の馬の足。なんか、なんかあった。ソリガン何台かと矢がスタート使用人みたい。いやいやいや、強そう。おったの。お父さんが？そうよ。ガオ天才だった。トビーって名付けてたわ。昔の彫刻家と同じ正当なやり方で作ったの。フランク、これ。あ、コンテナの奥に木製の馬を見つけました。回転木馬の馬がありました。これいつ頃のものです？1915年生。綺麗な立ち姿でしょ。すごくいいですね。シンディって呼んでたわ。1983年に遺品整理で買った子なの。父さんは土曜になるとアンティークショップへ通ってた。80年代の初めに遺品整理にハマってからね、回転木馬の品を集め出したの。この馬がきっかけで集め始めたんですか？そう、回転木馬は父さんにとって特別なものだったの。父さんは子供の頃乗りたくても乗る機会がなくてね。まあ児童養護施設で育ったせいもあるんでしょ。ずっと憧れてたみたい。ベストはされてないのがいいでしょ。はい、確かに。え、これを売るおつもりは？ええ、あるわ。
おいくらぐらいだと？7000から8500ってとこかしら。回転木馬はスタートすると音楽が流れ出す。そして乗ってる人間たちは風を感じる。一気に別世界に引き込まれるのよ。魔法にかけられたみたいにね。やがて音楽も風になる。父さんとの大事な思い出よ。忘れられないわ。あの音楽も風も。ずっと前なら1万2000から1万5000はしたか。ええ、そうかもしれませんね。いずれはその値段に戻る。お持ちなのはこれだけ。そうよ。アディさんは木馬の希望額を7000ドルから8000ドルぐらいにおっしゃいました。けどあれはアディさんとお父さんの思い出の品です。いい加減な評価はできません。そこでいろいろ調べてもらうべくダニエルにあれの写真を送ることにしました。あの木馬についてダニエルに調べてもらいます。はい。マイクが送ってきた写真の馬はチャールズ・カーメルって人が作ったものだった。もっと詳しく調べなきゃ。すごく細かい装飾をする人なんだ。凝った装飾が施されたチャールズ・カーメルの木馬は今一級のコレクターズアイテムになってるみたい。あとマイクの写真の馬は回転木馬の内側の列のものだって分かった。どうしてこれが内側の列の馬だって？回転木馬でどこに配置されたかは馬の外見で分かるの。人を引きつける可愛い馬は外側、シンプルな馬は内側ということ。なるほど。残念ながらパティさんの馬は装飾の少ない内側の列よ。まあそれはいいとして、実はパティさんの馬はレストアこそされてないけどパークペイントって呼ばれる塗り直しが何度もされてるのよね。つまりオリジナルのままってわけじゃなかった。これは値段に響くわよ。よし、情報は揃ったと思う。ダニエル君だ。結果を聞いてみましょう。さて、ダニエル、調子はどう？今パティさんとジェリーさんとこ写真は見たわ。大きな問題点はパークペイント、何層も何層も塗り直されてる。オリジナルの塗装じゃないってこと？パークペイントよ。パティさんはパークペイントの意味が分かってるみたい。だから値段は2500ドルくらいになる。小売りでね。ええ、小売りで。完璧な状態なら7000ぐらい。そっか、調べてくれてありがとう。素敵な木馬だから楽しかった。今の相場には心底がっかりしちゃったわ。あの子は美しくて世界にたった一つしかない宝物なのに。お聞きの通り。ええ、ダニエルが言ってたことは分かった。だけどあの子を2500ポッチで手放すことはできない。分かります。分かる。納得できる金額なら手放したが、あれじゃ話にならん。ずっと持ってるよ。あ、次はどこへ？家の中よ。猫ちゃんだ。たくさんいるわよ。知らない子もいるのよね。餌をもらいに来た子は全部受け入れてるから。にゃ。家の中にはいろんなコレクションがあった。かわいいもの、楽しいもの、かっこいいもの、でもって飛んでるもの。これは裸のコスです。ミュードの絵止まってたの。この絵は近くの前にあったんだけど、父さんが手に入れた時にはもうこんな風にいたずらされてたの。でもきっと修復できる。いつ頃のものです？19世紀後半。うそ。本当。19世紀後半、バーに飾ってあったものですか？そう、ここはすごく古い町なの。19世紀後半にはすでにたくさんのバーがあった。この絵は地下のバーから見つかったんだけど、その店が入ってた建物は当時からあったってはっきり分かってる。そう。え？ああいう色っぽい絵はよく酒場に飾られてた。だってそういう店の客はほとんど男だもん。第一次大戦当時まで酒場は女人禁制でしたが、売春婦だけは許されていました。そのせいで世の妻たちは夫が酒場へ行くのを嫌悪。その機運がやがて1920年の禁酒法運動へとつながっていたのです。出稼ぎの男たちはこの絵を見るたびに酒場に行き、一晩中飲み明かすのよ。で、嘘を晴らす。そうね。1850年代のカリフォルニアは人口の9割が男だった。もう大変。偉って何だって女はありがたいよな。これはいかほど？痛みもあるから、それも考えると500ドルぐらいなら手放してもいいかな。 500？ けどこっちは買ってから額に入れたり修繕したりしなきゃいけません。あの絵はちゃんと手入れしてくれる人に譲らなきゃ、どんどん状態が悪くなるばかりだってことは分かってる。450では？いいわ。
どうもです。いただきます。いい人にもらわれてほしい。高場の絵、買い取り額450ドル、評価額800ドル、350ドルも受け取り。カリフォルニア、最高。このオーンチェアはどこで？遺品セール。ウホビーズの。全使う。全。シンプルなのに存在感と品があります。いい、ツーの。あの椅子からは、西部開拓時代のワイルドな雰囲気も感じられます。説明書きがあるの。ここに写ってるクロード・ブライアンって人がこの椅子の作者よ。なんとあの椅子にまつわる情報が全部取ってありました。新聞の記事から椅子を作った紳士の写真まで。彼は若い頃に角を集めてて目が見えなくなった後それを使って椅子を作ったの。あら、資格を失ってから椅子を作るなんて。しかもあれほど美しい作品をね。クロード・ブライアンさん、あんたは偉い。座面はオーク材ですね。これが作られたのはいつ頃です？1930年代。だからこういうのは大流行りでした。そうね。ホーンチェアはもともとヨーロッパのもんです。それがアメリカに伝わって作られ始めた。ホーンチェアのメーカーがあったのはサンアントニオやカンザスシティ、シカゴなんかです。大抵はロングホーン種の牛の角が使われてます。角を使った作品には足の世代やテーブルなんかもあってどれも人気がありました。ただロングホーン種の角が手に入りにくくなるとああいうタイプの家具は姿を消してしまい、一時はほぼ忘れ去られてました。でもでも山小屋を持つ人が増えてきた時徐々に復活してきたんです。山小屋には男っぽいワイルドなものが似合いますからね。ああいうの欲しい。だって僕の DNA にもワイルドな開拓者精神が組み込まれてます。保険の評価者が評価に苦慮したほどの珍しい作品です。また主婦の方々がこの人工で繊細な椅子をリビングの他の家具と調和させるために悩んだことは想像に難くありません。もしあの椅子を奥さんに見せて君のために買ってきたよって言ったらきっと奥さんはこう言います。ありがとう、一応もらったけど座るのはあなたなんでしょ。座ってもどうぞ。いいんですか？どう？座り心地よ。いいっす。本当に？ちょっと高い。そりゃそうよね。だって角だもん。ガツガツすんの？こういう椅子のことはいつも気になってたんです。あれはただの椅子じゃないっす。芸術作品っす。この5年で2着見かけたんですが、どっちも売り物じゃなくて。去年見たやつはロサンゼルスの芸術家のでした。でも。いいです。19世紀頃のだ。ですね。売るおつもりは？はい。しょうがない。2度逃してるんで、今回ぜひゲットしたいんです。おいくらですか？30ドルね。3000ですか。3000と眩しい3000ドル。失礼します。お隣に座らせてもらいますね。ここからじっくり見てみます。3000ドルってそうおっしゃいましたが、ギリギリ最低の額はおいくらです？正直に言うと3000は店で売る値段とほぼ同じで。そう、なるほど。あなたの希望は？この椅子についてはよく知ってる。ならこれは装飾が少なめなのもご存知で、ああいう椅子で2000ドルから5000ドルぐらいの値段で売れてるやつってもっとすごい装飾が施されてるんですよね。やりすぎだろってぐらいに。でもあれはそこまでじゃありません。だからこそいいとも言えますけどね。どうしましょう。2200ドルではいかがです？2500ドル。2300ドル。ご納得いただけません？私としてももっと欲しいけど、バイクの気持ちもわかる。お店で売るものを買うんだからね。2350。はい、喜んで。前通り2350。どうも。ホーンチェア、買い取り額2350ドル、評価額3250ドル、900ドルの儲け取り。This is a 椅子。Is this a 椅子？マフィーさんとこは物がとっさりあるお宅だった。今回は大量じゃなかったけど、これでも金銀を2つもゲットできた。物には歴史があるから素晴らしい。ハビーさんのは僕。うちの物はみんな思い出が詰まってるから素敵なの。それじゃ、どうもありがとう。次の持ち主の思い出になってほしい。またまたね。
そこにはイーブルの私服が入ってる。なるほど。箱を開けるとイーブルのパンツが出てくるなんて、そうあることじゃないわよね。これも思い出にしない。パンツならあと100枚ぐらいあるよ。え、どうしよう。1枚で十分。ショップジャパン。フライパンが焦げ付かないのは最初だけと答えた主婦が 77% もいるんです。それだから我々の公約は。